ルマヤです。田中碧、ここなんですよね。前が奪って、さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペス交代的中、先制コンサドーレ札幌、良い守備から良い攻撃、ついにネットを揺らしました。お、これもちょっと危ないシーンでアンデルソン・ロペス奪った。さあドーグラス・オリベイラが左、そこを使うドーグラス・オリベイラからラノダ、鮮やかカウンター結実、トドロキで0対2コンサドーレ札幌。いやもう完璧な崩しですね。1点目同様ですね、プレッシャーかけて。ハンドボールは高尾、そして小野瀬です。ファーサイド、パトリックを狙っている、胸トラップ、シュート、もう一度行くか、ここで戻してシュート、入れ口だ。2試合連続のゴール、ダービーを動かしたのは井出口、ガンバ先制しました。ブリッジの先、木本ヘッドだ、同点に追いつきました。豊川も2試合連続ゴール、セレッソの熱い男が同点ゴールを決めました。さあセットプレー、キッカーはイニエスタ、ニアサイド、こぼれていくドーグラス、落として山口のシュート、先制ヴィッセル神戸、今シーズン2度目の連勝へ大きく一歩前に出ました。西澤のキックです。巻いてくる。バウンド。清水エスパルス1対1同点。平岡新監督の偉人。その変わった選手がどう躍動するかどうか。さあここは西澤、そして右を見ていた FC ニョがいる。 FC ニョ、清水エスパルス逆転。西澤が指示を送ります。質の高いキックを持っている西澤、さあ合わせていく、中央、ホームの清水エスパルス、カナイの追加点。さあこれ手塚、先ほどもいいキックでしたからね。同じような位置ですね、どうするかですね。ここタイミングをちょっと外して手塚直し、これも先制、これで3試合ぶりの得点を決めることができました。横浜 FC1 対0。やはりセットプレー、手塚の精度の高いキック、あたりが少し暗くなってきました。もう照明の火は灯ってるんですが、セコ、後ろからドンピシャリ、ドンピシャリ、これで2対0、後ろから飛び込んできたドンピシャリ。野村、1点返しました。最後は島川か、見事に1点返しました。こちらもセットプレー生かしましたね。さあ田中見せ場、クロスボール、試練だ、その前にカット、もう1回ヘディングで落として、野村、町田渡したボール拾って、知念シュート、抜けて同点、追いついた大分、知念の一振り、6点取れず、恩返し、野村のコーナーキック、6点弾いて入れたのは岩田、
ヘディングシュート、勝ち越し、逆転に成功。入れたのはどうやら田中か。ヘディングシュートが吸い込まれていきました。3点目、2対3、大分ひっくり返す。中盤スペースあるところでエベルトンから橋岡です。右のマルティノス、レフティのサイドアタッカー、マルティノスのクロスボール、コオロキ、ボレー、コオロキが仕事をしました。立ち上がり先手を取ったのは浦和レッズ。まあ、マルティノスのクロスに対してやはりこうニアで、まあ、サイドはね起点になってますし、青山のクロス、ペレイラ、ボックス内、ペレイラ、ペレイラのシュート、狭いエリア反転、ペレイラ右足で決めました。同点です。まあ一瞬のね隙を突きましたよね。やはり決めきるストライカー、レアンドロ・ペレイラ。